こんにちは、ナコタバイヤーゆいです。9月に入ってどんどん涼しくなってきましたね。そろそろ秋服を着てお出かけする機会も多くなってきますよね。そこで今日は秋カラーのカーキ、ブラウン、ワインを取り入れた新別4コーデをご紹介します。それではスタート。はい、着替えてきました。秋といえば紅葉の季節ですよね。紅葉が主役になるように落ち着いた色味のシンプルなウェアを選びました。これだけだと肌寒いのでライトアウターを。フレンチコートのシルエットが公園の秋モードにぴったり。地味なコーデにならないように差し色にビビッドな色の帽子をチョイス。色づく紅葉とリンクしていてとても可愛いです。ニットだけど生地感は薄めなので秋にぴったりの帽子です。はい、着替えてきました。秋といえばスポーツの秋。私はスポーツをしないので見る専門です。今日は友達と野球観戦。全体のコーデを秋カラーのカーキで合わせて統一感を出してみました。動きやすいオーバーオールを主役にコーデしました。外で少し冷えると思うので裏起毛のパーカーとナンガのハンドウォーマーバッグを。このバッグはカイロを入れることができて、でも両方入るのでとても暖かいんです。全体的にカジュアルにしたかったので帽子はコーデュロイのキャップを。つばが少し短めなので視界を邪魔しないのがポイントです。はい、着替えてきました。秋といえば芸術の秋。美術館ということで少し大人っぽく黒をベースにコーデを組んでみました。アクセントに赤のバッグを。ウェアはすべてユニバーサルオーバーオールで揃えてみました。このジャンバースカートは以前夏の帽子コーデでも着てたんですが、すごく可愛くて使えます。インナーを変えるだけでオールシーズン使える優れもの。帽子は私のお気に入りハイヤーのキャスケット。シルエットがとても綺麗でかぶりやすいのでおすすめです。はい、着替えてきました。秋といえば読書の秋。今日はカフェでお気に入りの本をゆっくり読む日。オーバーオールはユニバーサルオーバーオールのもの。ウエストを締め付けないから長時間座っていてもストレスなく着れるのが嬉しい。帽子はブラックのベレー帽を深めにかぶって顔周りをスッキリさせてみました。本を読む時もこれで邪魔になりません。皆さんいかがでしたか？秋カラーを取り入れた新別4コーデを楽しんでいただけましたでしょうか？秋は私的に一番ファッションが楽しめる季節だと思うので、ぜひいろんなコーデをチャレンジしてみてくださいね。今回のコーデが参考になれば嬉しいです。今回着用したアイテムは概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ覗いてみてくださいね。このコーデが好きなどのコメントもいただけると嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。